どうもこんにちは、ショコラです。今日はですね、先日インスタの方にですね、質問のメッセージが届きまして、まあ、ざっくり言うと、今持っている服の中で10着とか15着ぐらいしか残せないとなったら何を残しますかっていうようなご質問だったんですよね。似たような価値観を持っているので、ちょっと参考にさせてもらいたいですみたいな感じで、昔自分もいろんなお店の、スタッフさん、店長さんとかとインタビューさせてもらった時の動画で、火事になった時に何を持って逃げますかみたいな、一番大事な服何ですかみたいな聞いたことがあって、そういうところって気になるな、人のそういうところ気になるなと思ったので、自分なりにも、ああそういえば俺もあんまり考えたことなかったな。その時俺が言った1着はジョンソンブロスのレーザージャケットだったんですけど、今日は一応10から15着だったらっていう話だったので、それで考えてみたいかなと思います。15だと多いので、10着をちょっとこのメインのチャンネルの方でやって、残り5着の方はですね、サブチャンネルの方でやろうかなと思いますので、もし興味ありましたら、サブチャンネルの方まで見てもらえればなと思います。それだけで生活しろっていう意味ではないと思うんですよね。要は、そういう意味で言うと、15アイテムで終わっちゃうので、靴も必要になるし、靴下も欲しいとか、パンツとか T シャツってなると、もうなんかワンセットで終わっちゃうんで、多分聞きたいのはそういうことではなく、自分のワードローブの中で、本当に気に入った、ベスト10を教えてくださいっていう的な意味だと思うので、例えばですけど、極論全部上着、全部ジャケットでもありだと思うし、そういうような形になってます。なんでそれだけ10着あってもコーデはできないよっていう感じだけど、気に入ってる10着っていうのをこう出してみようかなと思います。順不同でいくので、特に今から紹介する10着が順番で10位からとか1位からっていうわけではなく、ちょっと順不同でいこうかなと思います。1個目からいってみたいと思います。1着目はですね、さっきレザージャケットの話をしましたけど、それでもやっぱり頭にパッと最初に浮かんだのはやっぱりこのファーストのジージャンですかね。こちらの、これリーバイスの実際の50年代かなのファーストモデルと言われているやつのオリジナルですね。やっぱりこのもう復刻ではというか、自分で着ていくにはもう絶対にこの色落ちはもう完コピできないなっていう、もうこれはヴィンテージでしかありえないなっていう感じなので、はい、すごく気に入ってます。ちょっと着てみます。今だと本当に買えないレベルの金額になっていると思います。手が出ない、まあもうちょっとダメージが多いので、このくらいならまあ頑張ればっていうとこかもしれないですけど、これでもうちょっと濃紺だったりダメージ少なければ本当に手が届かない、もう服としてこう日常的に着れるレベルじゃない金額かなと思うので、もう本当に部屋で自己満で久しぶりに着て、あ、やっぱりいいなっていうか、もう原点だなとか、やっぱでも外には着ていかないにしても、家でこう着るだけでこう自分の好みをもう一回こう把握できるというか、あ、そうそう、やっぱこれが原点だよなみたいな、こういうシルエットというかこういう感じ好きだなっていうのをこう見直せるんで、やっぱあるだけ全然違いますね、はい、持ってて本当に良かったなと思うし、実際着ないからって手放すっていうものではないレベルですね、このなってくると、はい、もちろん外にも着ていけますし着ていけばいいんですけど、ただね、やっぱいろいろジージャンであればウエハースさんとか復刻すごいちゃんとすごくいいものがあるので、そっちをまあ着倒せばいいかなと思って、まあこれはこれで本当にこうなんかの時にまあ着たいかなと思いますけど、そんな常にこう普段着として着るにはちょっともうさすがに怖いなっていう感じです。でも本当に気に入ってる一着ですね、はい、ジージャンファーストです。はい、じゃあ2つ目いってみたいと思います。2つ目はもうそのまんまの流れなんですけど、セカンドですね。はい、こちらもリーバイスのオリジナルのヴィンテージになります、はい、もうかなり昔に手に入れてずっと手元に残してますね。リペアもだいぶありますし、かなり色落ちもまあだいぶありますけど、それでもやっぱり不動のかっこよさというか、うん、ブレないですね。この辺りのジージャンに関しては本当いつの時に着てもずっとかっこいいっていう感じなので、おそらく俺の中にあるそのブレない部分のセンスの部分にちゃんとハマってくれてる気がしますね。もうちょっと上積みの部分だと、その流行り廃りとか、自分の中でですよ、自分の中の流行り廃りがあって、ちょっと今この気分じゃないなとか、ちょっとこれ昔は良かったけど今違うなっていうものもあって、そこの変動は結構あるんですけど、この G ジャンのファーストセカンドあたりとかはもうずっと好きですね。ほんと20年ぐらい前から多分ずっとジージャンは好きです。だからこれは多分一生変わらない好みなんじゃないかなと思います。これが、ああ俺やっぱジージャンもうないなって思う、未来が全く予想できないですね。なんなら
上着で言えばレザーと匹敵するぐらいジージャンって俺の中ですげえ好きなアイテムなので、レザージージャンは、うん、一生着るなと思います、はい、というわけでセカンドでした、はい、で3つ目いってみたいと思います。3つ目は先日購入したばかりではあるんですけど、こちらのブリスレザーさんとコムデギャルソンさんのコラボのレザージャケットです。コラボって言っていいのかな、いやギャルソンですね。これはギャルソンのルイスを使ったレザージャケットっていう感じですね。まだね買ったばかりでそんなにこう着用も回数も多いわけではないんですけど、でもねこれは本当に買ってよかったなと思いますね。あの動画を見てくれた友人がコメントくれたんですけど、このレザージャケット自体がやっぱりその武骨なこうゴリゴリのレザーっていうよりかはちょっとこうデザイン性が入っているおかげで、やっぱちょっと男臭すぎる部分というかレザーレザーしてる部分がちょっとこう砕けて普段着というかファッション的に着やすいんじゃないのっていう感じのコメントもらってですね、なるほどみたいな。だからただのこのレザーで下合わせるとかよりも万能に合いやすいんじゃないのっていうこと言われて、なるほど確かにそうかもしれないなと思って、こうで難しいなっていう服をなんとかこう自分のスタイルに落とし込むっていうのも楽しい作業だし好きなんですけど、まあでも元々持ってるものとして合わせやすいですっていうのはすごく助かるので、それだけこう考えなくて済むし汎用性があるってことはいろんな服と合いやすいので、このコーデしか合わないってなるとね、なかなか出番も減るじゃないですか。あこれ着たいけど合わないなとか、もう あのズボンじゃないか合わないしなってなる時点でもうなかなか手が伸びなくなるんですけど、結構そこに行くといろんなスタイルに合いやすいって言うんであれば、なかなかね着回しが効くんで、すごくそういう意味ではもういいんじゃないかなと思います、まあ、とにかく本当にかっこいいなと思います。なんかルイスのいいところとギャルソンのいいところが出ているっていう感じがしてすごく好きです。はい、というわけで、3つ目はレザーのジャケットでした、はい、じゃあ4つ目いってみたいと思います。4つ目はですね、同じくレザーつながりでこちらの最初に言ったジョンソンブロスですね。はい、もうこのレザージャケット本当に欲しくて欲しくて半年以上待った感じなので、もう手に入れるまでのそのワクワクドキドキというか、もう早く欲しいみたいな欲求が解放されるまでの抑圧からのこの解放までがなかなか長かったので、もう手に入れた時は本当久しぶりに感動しましたね。洋服をこう欲しいってなってだんだんこう大人になってね、前ほどこう手に入れるのが難しくなくなってきたじゃないですか。昔は本当学生の頃の話ですよ。学生の頃なんてもうね WX 欲しいとか思ってももちろん全然買えないし物もないしとか、なかなかねどこに売ってるかも分かんないしみたいなところからすると、今どこに何が売ってるとか情報があったりネットで買えたりね、いろいろあるじゃないですか。あの頃よりもまあ自由にお金が使えてみたいな感じでこういろいろなった中で、ここまでこう手に入んないかもみたいなところがこう長く続いて買えたものってやっぱそれだけね感動がありますね、はい、っていう付加価値もついてって感じですね。安く買いたいっていうのはもちろんあるし、安いに越したことはない部分もありますけど、でもねやっぱこう長くその服を愛用していくっていう意味で言ったら、なんか別に価格も一つのその自分の中で大事にしなきゃなっていう思えるポイントの一つかなと思うので、本当に大事なものであれば全然高くてもというかそこそこ値段をちゃんと出してでも全然ありかなと思いますね。正直これが290円で売ってましたってなるとめちゃくちゃ気に入ってはいるけど、どっかでずっと290円なんだよなってずっとなんか付きまとうような気がするんですよ。それよりかはちゃんとレザーをちゃんとあのくらいのね、20万ぐらいのですね、パンって買いましたって言った方がやっぱこうある程度こういいもの買ったしなっていう気持ちがあるんで、こいつに関係ない部分ではありますけど、でも付加価値を自分の中 のストーリーとしてね一個作るんで、よりこう大事にするねあれになるかなと思いますね。本当にでもねいいレザーだと思います、この梅の感じがね。というわけで、5個目いってみたいと思います。5個目はですね、こちらのチャンピオンの50年代だっけな、60年代だっけな、調整だった、まあ、5、60年代ぐらいのチャンピオンのですねリバースですね、リバースリーブです。状態も全然良くて、自分の好きな数値とこの赤い4段ですか、4段染み込みいいですね。スウェット自体は好きになったのはそんなにこう古くはないんですけど、結構最近そうですね、ここ3、4年前ぐらいからスウェット熱が、ああスウェットっていいな、かっこいいなって気づいて、ここら辺からこう集め出したですけど、ちょっと遅咲きではあったんですけど、ね、そのスウェットの魅力にハマってきて、これが今自分が持ってる中で一番気に入ってるというか好き
宝物だなっていう感じの一着って感じですね。なんか昔から憧れがあったスウェットの憧れのを体現してくれてる感じがするので、これはあれめちゃくちゃ好きです。まあ本当はあのまたここにフェルトがついてたりとか、あのフードがついてる方がスウェットとしては好きなんですけど、ただこれはそのフードなしだけどもうむちゃくちゃデザインとしてでサイズもぴったりだしっていうところで言うともう本当完璧に近いので、これもね本当一生着ていきたいなと思いますね。というわけで6個目いってみたいと思います。6個目はですね、まだ色落ち継続中、まだ未洗いの状態のアットラストさんのですね107番、これはあの2年前かなの10月ぐらいに10周年記念かなでアットラストさんが出されたデニムですね。はい、ちょっと復刻というか昔やってた、今多分ちょっと生地が違うんですよね。今もうちょっとライトな感じだと思うんですけど、結構この頃の厚かった重かった頃のデニムだと思うんですけど、それをねやってるやつで今結構履いてるんですよ。1年半弱ぐらい履いてるのかな、なんですけど色落ちまだ継続中で1回もまだ洗わずに、あの途中サブカルチャーさんのやつを先にやったりしてこいつをちょっとね放置して、まだちょっとこいつはかなり色落ちをバッキバキにやりたかったのでずっとこう放置したまんま、だからなかなかいい匂いしてますね本当。なんでまだもうちょっとこれもね履き続けてでファーストウォッシュしようかなと思ってます。であの一個一個のあの服自体のディテールだったりっていうのは結構過去の動画で大体紹介してるので、なんかもし気になるものがあったら過去の動画調べてもらえればですね、大体これを紹介買った時のやつを紹介したりとかしてるのでそちらを見てみてください。今はそんなにざっくりしか紹介しないです。はい、これもほんと太くてズドンとかっこいい感じで、多分草薙くんも多分入ってたような気がしますね。107番かどうかわかんないですけど、おそらくでも形を見る限り、ディテールを見る限り多分107番だったと思うんですよね。多分その初期のそれこそ10年前とか昔の時に出てた頃に買ったやつだと思うんですよね。それをすっごい色落ちさせてて、と見るたびにやっぱトラストさんの色落ちいいなって本当に思わせてくれる一着ですね。これ本当10周年で買えたことが本当に奇跡でした。本当良かったです。初期だろうなと思うデニムですね。はい、こちらもファーストウォッシュの時ぜひ見てください。ファーストウォッシュ期待してください。というわけで7個目いってみたいと思います。7着目はですね、こちらの M65 ミリタリージャケットですね、フィールドジャケットですかね、はい、のこれはファーストタイプですね、はい、エポレットが付いてないやつですね。 M65 は本当に何年前だろうな、10年前くらいに初めてちゃんと買ってきた時にこんな完成されたジャケットあるんだってすごい感動したんですよね。カジュアルでももちろん、カジュアルとかももちろんミリタリー服なんで戦闘服なんですけど、やっぱ機能美がすごいというか、もうなんか無駄がないというか、もちろん全ての機能を把握してそれを実際実生活で使うかっていうと、もちろんね戦場でのために作られている服なので別に使わないんですけど、ただ着ていて美しいなっていうか、もうなんか機能美に溢れてるなっていうのは分かるんですよね。その感じがすごい好きです。もうポケットが普通に多いのももちろん助かりますし、この何がすごいってこうちょっとカジュアルっぽくにももちろん全然カジュアルじゃないですか、だからカジュアルにも着れるんですけど、中にちょっとドレッシーとまでは言えないにしても結構こうカチッというかちょっと決めてるスタイルに上羽織っても全然合うんですよね。懐が深すぎるというか、なんでそれが合うのかはちょっと説明できないんですけど言葉で、ただ結構ラフな状態でラフに着るのもありだし、ちょっとカチッとした上にバサッとこれを青島刑事がねスーツ着てその上に M51 のフィールドのモッズコートを着てるのもありじゃないですか。だあの感じと似てるのかな、中はスーツでカチッとしてるのにコートとしてあれを着るみたいな、この同じく形は違いますけどミリタリーのこういうジャケットってなんかそういうどっちにもいける感じがすごいなと思いますね。これは本当に重宝してますし、一生俺のワードローブから消えないだろうなっていう感じですね。もう M65 この個体がもし何かのことでダメになったとしても M65 は多分ずっと買い続けるだろうなと思います。で一応これはファーストタイプエプレットのやつで、まあ、あのセカンドタイプだったりサードタイプだったりとかで一通り全部買ったりカモとかいろいろ買った挙句やっぱり個人的にはファーストやっぱり古い方が好きっていうことでこれが残ってるっていう感じですね。ペイント入れたりパッチつけたりいろいろしました。 M65 は本当に安いっていうところも良かったので手頃な金額で買えたのでいろいろ買ったりいろいろ試しましたけど、ただ今多分値段がだんだん上がってきてるんじゃないかなと思いますんで、もう今探してないので分かんないですけど昔の金額じゃ買えないのかなっていう気はしますね。というわけで8着目いってみたいと思います。8着目はですねこちらの M35 だったかな、 M35 のフレンチのですねモーターサイクルコートですね、オーバーコートなのかな、バイクフランス軍の、バイクの部隊の人たちが中に普通にこの戦闘服を着てその上に最後こうバイクで走る前にこうバサッと着るやつ
ですね、はい、なんで結構オーバーです。かなり大きい作りになってます。ここにこういうベルトがついてて、足にこう通してこうバタバタしないように、走った時にこうこれが後ろにバーサーっていかないようにちゃんとここでこいつ足を入れて止めたりとかね。あとこれボタンは買った時にですねちょっと変えてもらったんですけど、本当は丸いちょっとプクッとしたやつがついてるんですけど、あのボタンが個人的に全然好きじゃなくて、同じぐらいの年代の違うボタンに縫い直してもらいまして、なんつってもこのフレンチリネンですね、もうリネンがすごい好きなんですけど、このリネンの雰囲気がもうコットンとかウールとかとはまた違うこのリネン特有のプルプルな感じがすごく好きですね。洗濯後はカチッとしてるんですけど、着ていくとプルプルしていく、柔らかくこうなって、すごくこう動きがね出てかっこいいんですよね。こんな感じですね、はい、でポケットもね本当はここオーバーコートなんで、中にスッと入れて中の本当のジャケットだったり下のポケットにこう手を突っ込めるようになってて、ここただの空洞なんですけど使いづらすぎるんで、ここもね布を入れて本当の普通にポケットとして使えるように、はい、しました。こんな感じですね。なのでオリジナルではないんですけど、もう全然これは使いやすくしたかったのでって感じですね。これもね本当にこのフレンチの古い35年ぐらいのこの古い感じも好きだし、リネンっていうのもいいし、アメカジにこだわらず全然好きなものは好きって感じなので、フレンチのこの辺りもね全然いくんです。大体ジャック・スパロウもコスプレをするときはですね、大体こいつが上着に持ってくるとすごくこう雰囲気が合うのでこれを使ったりしますね。でも普通にコスプレ以外でも全然普通にねオーバーコートとしてむちゃくちゃ汎用性が高くてかっこいいので使ってますね。このコートも超気に入ってます、はい、というわけで9個目いってみたいと思います。9着目はですね、こちらのバーバリーの80年代かなのヴィンテージのロングのコートになります。こんな感じですね。それずーっとこの同じグレーのロンティーなので、コーデとか一切考えないでください。この、まあ、着るとこんな感じですっていうだけです。肩がこうつるっと落ちる形になってるんですよね。なんて言ったっけ、名前忘れちゃったけど、ここの本当はここにこう2本3本こう切り返しがあってこうあれなんですけど、これはつるっとこうなっているおかげで肩が落ちるんで、こう角張らずに着れるっていうすごく人気のあれなんですよね。ロングコートもやっぱ結構好きで、カチッとするあたりがすごく好きなので重宝しますね。このバーバリーのコートはマイサイズでもジャストで、だいたいこういろいろ古着とかで見ると大きいんですよね。やっぱり俺の身長だとほとんどがもう大きいので、36とか38でもちょっと大きいんで、やっぱ36ぐらいがないとあれなんですけど、これはたまたま日本に入ってきたやつだったのかな、日本で作られたやつだったかな、なんかそんな感じのものらしくて、東京どっかに東京って書いてあったような気がするんですよね。多分日本人向けぐらいのサイズ感にされてるんですよね。だからリサイズしたとかじゃなくて、もともとこのサイズ感なんですよ。これコットン100なので、あんまり寒い時期にこれ1枚でって感じです。ただ裏地はあるので、ウールのやつをつけて、なんかつければ、まあ、真冬でもいけるかなっていう感じですね。なかなか最近はカジュアルが多いので、あんまりここら辺を着る機会がちょっとないんですけど、あともったいなすぎて、なんかこれなかなか手が出ないんですけど、でも本当に気に入ってる一着なので、もうこれもやっぱガンガン着て、これもやれていってこそ、味が出てこそみたいなところはあるので、もう気にせず本当は着なきゃいけないなとは思ってるんですけど、ただ本当に気に入ってる一着ですね、はい。というわけで最後ですね、最後ラスト1着10着目いってみたいと思います。最後はですね、こちらのブラウンズビーチのジャケットです。これはリアルマッコイズさんのものなので、多分ブラウンズビーチという名前ではない気がしますね。まあ同じように作っている感じで、実際多分ブラウンズビーチの名前を使っているのはおそらくヘローズさんとかなんかそこら辺がちゃんとこう契約してやってたような気がするので、ブラウンズビーチではないんですけど、まあいわゆるこのゴマ塩のジャケットっていう感じですね、はい。これの、まあ、ベストも好きですし、どっちかといえばやっぱジャケットの方が憧れたかなっていう感じですね。古着屋でこれのねちょっとこうやれてるやつがこうかかってた時の雰囲気、オーラがもうすげえ良くて、ブラウンズビーチは本当に憧れましたね。なんでこんな惹かれるんですかね、このワークのこの泥臭い感じなのに、まあ、多分このウールのモコモコっとした感じで、このちょっとやっぱゴマ塩のこの黒白の感じが惹かれるんでしょうね、可愛いんでしょうね。ブラウンズビーチのジャケットもまあ暖かさはねそんな分厚いわけでもないので、そんなこれ着たらめちゃくちゃ暑いっていうほどではないんですけど、でも全然冬に中にスウェット着てこれ着れば別にまあまあ干せますし、東京とかの冬であれば全然十分なスペックかなと思うので、多分この個体がダメになってもブラウンズビーチとしてまたもしかしたらヴィンテージを探すかもしれないし、どっちにしろこのゴマ塩ですね、このゴマ塩のジャケットは本当に好きなので、ウールのジャケットを探すときはもう絶対こいつは行くだろうなと思いますね。というわけで一応10着ですね。まあ自分が服
のなんか見て、まあ好きなのこれかな、まあこれなかったら困るなっていうやつを集めてみました。であくまで服にしました。なんでブーツとか、アクセサリーとかそういうやつはもう全く、帽子とかそういうのは全く抜いて、単純にもう本当に上か下の服っていう感じで、まあ、10着選んでみました。ちょっと火事の時にはさすがにこれ全部持って逃げることはできないとも思いますけれども、なくなっても今消化した中だったらまた探し求めて結局は自分のワードローブに入れるだろうなと思える10着っていう感じですかね。皆さんもぜひ、自分の持ってる服をもう一回ね改めて見直して、なんか俺どれが好きだっけみたいな、お気に入り順に並べてみるとか、ちょっと好きな3着5着をちょっと出して引っ張ってきてこうねちょっとめでてみるとかしたら、なんかまたこう愛情が湧いて楽しいかもしれないですね。個人的にもこうやってみて楽しかったです。再確認できたというか、よかったので、はい、ぜひなんかまああと参考になればなと思います。で冒頭にも言ったんですけども、あと5個今10着やったんで、あと残り5着ですね、ちょっとサブチャンネルの方でやろうかなと思ってますので、トップ10に入ってないだけあるんで、その時点の5着って感じなんですけど、そちらもねすごく気に入ったものありますので、ぜひそちらも見ていってください。ついでにサブチャンネルの登録してもらえると嬉しいです。あとこのメインの方のチャンネルもですね、登録まだの方いたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。年内までにですね1万人目指しております。よろしくお願いします。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。またねー。